人生及び収容成功後の SCP-1616。アイテム番号、SCP-1616。オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル、SCP-1616 は、通風された 60×30×30cm のケージに収容します。ケージは、排泄物のために底を小さな鉄格子で裏打ちします。ケージを収容した区域は、ケージの壁の破損に備えて常時監視し、可能な限り薄暗くしておくべきです。封じ込め違反が発生した場合には、全く同一のケージの中へ誘導するために、ケージの底にある餌格子に通じるハッチを開放してください。予備のケージは、常時準備されていなければなりません。食事は、小さな給餌シュートによって、1日間隔で自動的にケージへ供給されます。このシュートは、ケージに隙間がある場合は再調整されなければなりません。SCP-1616 が写真及びイラストを見ることは決して許されません。実験事象 1616T3E5 入れ墨を入れた実験対象がエリア内に入室することは許されていません。説明。SCP-1616 は、遺伝子異常を伴わない一般的なハムスターです。対象は通常のハムスターと同様に振る舞います。SCP-1616 の異常な特性は、SCP-1616 が食物の摂取を開始した際に現れます。SCP-1616 が前もって目にした物体を含んでいるかのように、SCP-1616 の方の片方あるいは両方が拡大します。方に現れた物体が無機物であれば、SCP-1616 は物体を口から排除し、それを無視します。ほとんどの有機物では、類似した食事行動が観察されています。しかしながら、全く摂取することができない木材に関しては、それを戻し、一般のハムスターが葉を維持するために行うのと同様にかじります。SCP-1616 は一般的に、時間の経過とともに頬の中に現れる有機物質を可能な限り摂食します。その方からは、人参、ハムスター用飼料、キャンディ、かなりの量の食肉を生成していることが観察されました。SCP-1616 の方は、生成するあらゆる物体に適応して拡大します。一つの事例として、体重 105kg ある象の幼児のサイズに適応して拡大しています。拡大するにつれて組織が密度及び組成を維持するかのように、SCP-1616 は拡大によって外傷を受けません。SCP-1616 の顎は、口の中から物体を排除するために前後されます。頬の中の物体が自身だけの力では排除できない場合、通常 SCP-1616 は食事から後ろに下がることによって解放します。地面の摩擦力が不足しているために食事から離れられない場合には、単純に顎を前後させることにより押し出そうとします。当然ながら、サイズにもよりますが、まだ生存している物体を摂食する際には困難を伴います。有機的食事対象から解放された生化学的物体については、まるで神経組織がまだ本体に存在するかのように反応するように見えます。あたかも通常の状況及び全く切断されていない神経組織の下で起きているかのように、食事対象は痛みを感じていると報告します。これは SCP-1616 の口の内側と食事対象の本体に、ある種のつながりがあることを示唆しています。この性質のため、SCP-1616 にあらゆる写真やイラスト、特に危険があると考えられるものを閲覧させないことが推奨されます。SCP-1616 の接触プロセスが有害になり得るかどうか、また SCP-1616 に危険な物体を接触させることができるかどうかについては確認されていません。SCP-1616 は、細胞膜からわずかな一部の物質あるいはいつでもその全てを解放することがよくあります。この出来事は、食事物が動転しているとよく起こり得ます。実験記録 1616T6。ブリーン、ブリーン、博士。SCP-1616 のケージをテスト台に置いて、レバーを解除して。D10293 が SCP-1616 のケージの掛け金を外す。D10293。OK だ。
なんかこいつ可愛いな。ブリーン博士、指示されるまで SCP-1616 の観察を続けて。D10293、可愛がってもいいのかい？ブリーン博士うん。D10293 は SCP-1616 を手に取り、頭を撫で始める。D10293 は SCP-1616 を下ろし、観察を開始する。12分間、異常な行動は見られない。D10293。先生よ、これ本当に可愛いけど、もういいかい？ブリーン博士。20分間、異常な行動は見られない。SCP-1616 はテーブルの竹に沿って往復している。SCP-1616 が停止し、座り込む。左の方が3倍まで拡大したように見える。D10293 が大声で叫び始める。D10293 の眼球が眼下に引っ込み始める。D10293。なんじやこやあ、ああ、信じられねえ。なんてこった。D10293 は泣き出し、収容室のドアを激しく叩き始める。D10293。さっさとあっち行けよ、あっち、ああくそ、なんでだよ。D10293 の左目は、この時点で消失した。SCP-1616 の顎が前後しているように見える。SCP-1616 が頬から各々の眼球を押し出し、綺麗にし、口の中に戻す前にわずかな間かじっているのが観察される。視神経が眼球に繋がっていて、SCP-1616 の口の中へ入っていくのも見える。